で、ルパンって、まあ、アルセーヌ・ルパンの話なんですけど、その、ルパンっていうと日本だとそのルパン三世のせいで、そのなんかちょっとおちゃらけ回答だったりとか、あとそのホームズ VS ルパンっていうそのホームズシリーズのせいで、その、まあ、負ける役のイメージがあるんですけど、そもそもアルセーヌ・ルパンとホームズって全然別の小説なんですよ。で、あの時代って著作権の問題がなかったので、ホームズが勝手にルパンの名前使ったんですよ。コナンドイルが。っていうので、そのホームズとルパンが対戦するんだけど、そのホームズが勝つってなっちゃうんですよね。とは、皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。